ー3分クッキング、こんにちは。今日ご紹介するのはとっても春らしいショートケーキなんです。これは私が毎年お花見に行きます千鳥ヶ淵の桜をイメージして考えたお菓子なんです。まずスポンジからご覧ください、はい、スポンジはねお菓子の基本ですからね、しっかり見てくださいね。卵を溶きほぐしますね、はい、全卵3個です。ここにグラニュー糖を全部入れます、はい、110g でざっと合わせたら、はい、今お湯沸いてますけれども、ここにね当てながら混ぜたいかというと人肌よりもちょっと温かいかなくらいですね。指を入れるのが一番いいですから、はい、このくらいです。あ、もう結構早くに温まるんですね、はい、そしたら湯煎から外して、はい、その代わりにバターを溶かしてください、はい、で湯煎から外したものはハンドミキサー高速にしてさらに泡立てていきます、はい、バターは 40g です。そして泡立てたものが、はい、こちらになりますね。で、深く積もって5秒ぐらいするとスルッと消えるくらい、そしてツヤもありますよね、うん、この2つの状態を覚えておいてください。ムースのようにふんわりしてますね。ここにこれもふるってありますけれど、はい、粉を加えていきます。ふるった薄力粉 80g を少しずつ加えていきます。はい、そしたらこれをゴムベラでまずは粉気が見えなくなるまで合わせていきます。ね、で、はい、こう粉だけ見えなくなりましたね、で持ち上げてみるとぼってり落ちてこうツヤがなくなりましたよね、はい、そしたら先ほどの状態になるまでここでしっかりと混ぜるんです。あ、もう一度戻ってくるんですか。そうです、状態がですので、ね、粉が入ると、ね、混ぜすぎちゃいけないってなんか、ね、思うんですけど、そうじゃなくて、ね、しっかり混ぜるんですね、はい、かといってこう慌てて混ぜる必要はないんですね。大丈夫です、ゆっくりで。そして持ち上げてみると、はい、さっきと同じようにこうリボン状にひらひらっとこう落ちて、はい、ツヤも戻りましたよね、はい、そしたらここで溶かしておいたバターですね、バターを 40g です。混ぜます、はい、でバターが入ったらあんまり混ぜすぎないように、今こうやってねバターのメラメラした感じがありますけれど、このバターのメラメラが見えなくなったらもうこれで大丈夫です。はい、馴染みました、はい、でこちらはもう化粧して紙が敷いてありますね、はい、ここに流します。粉をはたいて、バターを塗って、はい、粉をはたいてありますね。そしてシートをそこに敷いてある18センチの型ですね、はい、これをオーブンで焼いてください、はい、170度でおよそ35分です、こんなにふんわりと綺麗な黄色ですね、はい、でこれを1センチ厚にスライスしてください、はい、今日は4枚使いますね、はい、上は、覗いておきました。そうです、はい、で今日お山にしなければいけないので、はい、これからはデコレーション、そうなんですね、飾りに入ります、はい、これ直径18センチのボールです、はい、こんな普通のボールでいいんですね。そうです、でラップ敷いておいてくださいね、はい、で上から順番に1枚目取ってこうやってボールに沿わせてスポンジを落とし込みました。でここにシロップを打ちます、はい、で打ったら立てた生クリームですけれど、はい、だいたい、ね、3等分ですねして、はい、まずスポンジに落とします。生クリーム 180ml、 グラニュー糖 18g、 コアントロ大さじ1杯を泡立てたもの、はい、でざっと広げたら、はい、ここにいちごです、はい、きれいにスライスして甘い香りですね先生。本当ショートケーキはね、この黄色と白とこの赤の色、本当作っててもねなんかね元気がもらえる感じ、ね、シンプルだけれども本当に、ね、誰でも好きですよね、はい、特に今日はあの飾り付けがさらに楽しみなんですよね。そうですね、はい、このようにして、はい、そしてごめんなさい、そうですね、ちょっとねちょっとだけ生クリームを上に、はい、そうです、のり付けです、はい、ざっとこう広げますね。そしたら、はい、ごめんなさいね、スポンジですけれども、1枚こう手に取りますね。手に取ったらシロップをこう同じように打ちます、はい、で打った方を下にして落とし込んで形に沿わせます、はい、そしてまたシロップを打つと両面打ったことになりますよね、はい、でこうやってまた生クリーム、いちごというふうに全部重ねてください。綺麗な層にしていきます、はい、こちらがもう打ちたものですね、はい、4枚、はい、ひっくり返しますね、はい、ちょっと危ないので当てて、もう普段あるものでこんな形ができるんですね。そうなんですよ、型がなくてもねこうお山になりますよね、はい、でこれからデコレーションしていきます。
で今日使うのがこれ両ムカデという口金です、はい、それとこれが桜の花びらを、はい、桜を絞る干し口金と葉っぱです、はい、でできたらあの下地クリームを塗られるとねあのいいですよ、はい、その方が綺麗ですけど今日ちょっともうこのまま絞っちゃいます、はい、両ムカデを下からこんな風にね上に向かってこうやって絞っていくんです、はい、でこの時に千鳥が淵のそう、 そうなんです、はい、なんか可愛いですよね、でねあの汚く絞っちゃっててね、はい、あのいいんですここでね、はい、上手に絞ろうなんて思わないでただただ台を回しながら、うん、頂点に向かって絞ればいいんですね、あのケーキの表面にナッペするっていうふうに思ってください、はい、こう隙間があっても気にしないでいいんですね、これで全部絞りましたよね、はい、そしたら今度お花を咲かせたいので、ピンクのクリームですね、ピンクのクリームをこんなふうにちょんちょっとこうちょっと隙間があるようなところにこう絞ります、はい、こう絞りますね、こちらにも隙間があるんですけれども、そうこういうところにピンピンとこうやって絞っちゃいますね、ちょっと絞っちゃいましょうか、はい、そしたらごめんなさいね、はい、こう満開の時には今度は葉っぱも出てきますので、はい、これはラズベリージャムで色付けしたもの、はい、そして葉っぱは抹茶なんですね、こういう風に葉っぱもちょっとピンとこうやって絞ってください、はい、さあそして満開に咲かせたのがこちらです、ね、ちょっと切ってしまうのもったいないですけど、はい、切りましょうか、はい、本当に華やかですね、そうなんです、一体何のケーキかしらと楽しみです、ね、これはね作っている本人も気持ちが華やぐので、なんかお菓子作りのやっぱり醍醐味ですね、本当そうですね、さあそして重ねた断面はいかがでしょうか、こんな感じでしょうか、では材料です、スポンジ生地は卵3個、グラニュー糖 110g、薄力粉 80g、溶かしバター 40g、直径18センチの丸型で、170度でおよそ35分で焼き上がります。桜のショートケーキをご紹介しました。デコレーションもぜひ楽しんでください。